こんにちは。今日の講義は書籍マーケットの魔術師株式編です。この本はジャック・チュワッカーによる投資家シリーズの第3弾で、フォローアップインタビューを加えて新たに登場しました。1990年代の未曽有の上げ相場で信じられないようなリターンを叩き出した新世代の株式ウィザードたちは、2000年春からの下げ相場にどう対応したのかを探る内容です。このシリーズは株式市場のトレンドを読むだけでなく、個々の投資家が直面するリアルな課題とその対処法についても深く掘り下げています。この書籍では、株式市場がまさに大天井に達する2000年3月の直前に行われたインタビューが収録されています。その後 S&P500 はおよそ半分に下がり、ナスダックに至ってはピーク時の4分の1近くまで下落するという状況に直面します。こうした厳しい市場環境で、インタビューに応じたウィザードたちがどのように対応したのか、詳細なフォローアップインタビューを通じて明らかにされています。これは単なる成功物語ではなく、困難な時期における投資家の真の姿を描き出した非常に価値のある記録です。この本に登場するトレーダーたちは、各々が独自の戦略で市場に挑んでいます。例えばスチュアート・ウォールトンは、すでに買われている有料銘柄買いで年複利平均 115% を達成し、孤高のトレーダーとしてその名を知られています。一方でスティーブ・ワトソンは企業に電話をかけまくり、小型株専門のトレーダーとして最大ドローダウンを 4% に抑えた実績を持ちます。またダナ・ギャラントはブル相場の流れに逆らい、年 15% の収益を達成する空売り専門トレーダーとして活躍しています。さらにオハイオの片田舎で年 1422% もの収益を記録するオプショントレーダーのマーク・ティー・クックや、ノーリスクで年複利 45% のウィン投資法を考え出したアルフォンス、バディ、フレッチャー・ジュニアなど、各トレーダーの異なるアプローチが詳細に紹介されています。彼らの成功だけでなく、困難に直面した時の対応も描かれているため、非常に現実的で学びの多い内容となっています。例えばアーメット・オクマスは徹底した調査で健全な割安株を見つけ出し、年複利 107% を達成していますし、マーク・ミネルヴィには肺炎になってもトレードに明け暮れ、年複利平均 220% を叩き出す中学中退の元ミュージシャンです。これらのストーリーは、個々のトレーダーの情熱と努力がどれほど重要であるかを示しています。またスティーブ・レスカルボーは究極のシステムを改良し続け、年複利平均 70% のリターンを上げる投信リアクターとしての一面を見せていますし、マイケル・マスターズはマーケットに全身全霊を集中し、年複利 86% を成し遂げる元全米大学代表スイマーです。これらのトレーダーは異なる背景やアプローチを持ちながらも、一貫して高い成果を上げています。またジョン・ベンダーはブラック・ショールズの反対をして、年複利 187% の収益を上げる科学的懐疑論者として知られていますし、デビッド・ショーは定量分析のテクニックを組み合わせ、年複利 22% を稼ぎ出すエリート科学者です。これらのトレーダーのアプローチは、単に感覚や経験に頼るのではなく、科学的な分析や戦略的な思考を重視している点が興味深いです。またスティーブ・コーエンは直感で仕掛けて反射的に損切りをして、年平均 90% を達成する伝説的感覚派トレーダーとして、その直感と迅速な判断力が成功の鍵となっています。さらにアリキエフ博士は、成功を阻む心理的障壁を克服させるトレーディングの世界的コーチとして、多くのトレーダーが直面する心理的な課題を克服するための支援を行っています。この書籍には魔術師たちの金言65箇条が含まれており、投資家としての心得や戦略を学ぶ上で非常に有益です。またオプションの基本を理解するための付録も収録されており、これから投資を始める人にとっても非常に役立つ内容となっています。マーケットの魔術師株式編は、投資家にとって必読の一冊であり、上げ相場でも下げ相場でも成功するための知識と戦略を提供してくれる貴重な資料です。この書籍を通じて、各トレーダーの経験や戦略を学び、自分自身の投資スタイルを確立するヒントを得ることができるでしょう。この書籍マーケットの魔術師株式編を読むことで、投資家は単なる成功の秘訣を学ぶだけでなく、
市場の波にどう対応するかというリアルな戦略を理解することができます。各トレーダーの実際の経験や戦略を通じて、読者は自分の投資スタイルを洗練させるための重要な示唆を得ることができます。この本は成功の裏にある努力と戦略の重要性を示しています。例えばマーク・ミネルフィニが肺炎になってもトレードに専念し年複利平均 220% を達成したエピソードは情熱と忍耐の力を象徴しています。彼のようなトレーダーは単なる市場の変動に流されることなく自らの戦略を徹底的に追求し成功を収めています。またデビッド・チョーのような定量分析のエキスパートは科学的なアプローチを用いて安定したリターンを生み出しています。これは投資において感覚だけでなく客観的なデータや分析の重要性を認識する示唆です。投資家はこのような知識を通じてより確実な投資判断を行うことができるでしょう。さらに本書には多くの成功事例が含まれており、それぞれのトレーダーが異なる市場状況にどう対応したかが詳細に記されています。これにより、読者は単なる理論だけでなく、実践的なヒントや戦術を学ぶことができます。例えば、アリキエフ博士が心理的障壁を克服するためのコーチングを行っていることは、投資家が感情を制御し、冷静な判断を行うための重要なアドバイスとなります。この書籍は、単なる投資家向けの実践的なガイドにとどまらず、投資に対する深い洞察と知識を提供しています。それぞれのトレーダーの成功と失敗の物語を通じて、市場の複雑さとその中での生存戦略を学ぶことができます。これにより、読者は自分の投資戦略をより効果的に構築し、リスク管理や収益最大化の方法を理解することができるでしょう。マーケットの魔術師株式編は、投資家にとっての宝庫となること間違いありません。成功したトレーダーのリアルな体験と戦略を通じて、読者は市場での自らの立ち位置を見つけ、持続可能な投資の方法を学ぶことができるでしょう。そして最後に読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら、私たちの健康と美容は日々の生活の質を左右し、将来の幸福感や活動的な生活を支える基盤となるからです。健康管理に特化した需要に応えるサービスとして、ライザップ結果にコミットプライベートジムが挙げられます。このプライベートジムは、単なるダイエット目的だけでなく、健康的な生活習慣の形成や持続的な体力強化を目指したトレーニングを提供しています。ライザップの特徴は多岐にわたります。まず、専属トレーナーによるマンツーマントレーニングが挙げられます。これにより、トレーナーが個々のニーズに合わせてカスタマイズしたトレーニングプログラムを提供し、クライアントが最大限の成果を得ることができます。トレーナーは単なる指導者にとどまらず、食生活やメンタルの面でもサポートし、継続的な健康管理を支援します。さらに、ライザップでは30日間無条件全額返金保証を提供しています。これは、クライアントがサービスに満足しない場合に全額返金される制度であり、サービスの質の高さと自信の表れです。また、1日50分、週に2回の無理のないトレーニングスケジュールも、忙しい現代人にとっては非常に魅力的なポイントです。さらに、無料カウンセリングを通じて、クライアントの目標やニーズを詳細に理解し、最適なプログラムを提案します。そして、完全個室のプライベートな空間でトレーニングを行うことで、クライアントは他の人の目を気にすることなく集中して取り組むことができます。このジムはマンツーマントレーニングなのでこれまでダイエットやジム通いが続かなかった人におすすめとして知られています。トレーナーが作る専用プログラムはクライアントの体力や目標に応じて調整され無理な食事制限なしで健康的に痩せることが可能です。その結果リバウンドしにくい体づくりが実現されます。ライザップ結果にコミットプライベートジムはテレビ CM 結果にコミットするで話題のパーソナルトレーニングジムとしてその信頼性と効果が広く認知されています。自己啓発と健康増進のためにライザップが提供するプログラムは多くの人々にとって重要な選択肢となっています。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。